ぱりいいねー。どうした？何か売ったのか？違うよ。スポーツ選手のインタビューって爽やかだし、元気になるから、いいなと思ってたんだよ。なるほど。でもスポーツ選手にもびっくりするような、畜生発言やエピソードがあるんだぜ。そうなの？ちょっと教えてよ。教えてくれたら、昔の映画のポスターあげるよ。こらー。そんなもの、どこから持ってきたんだ。早くしまいなさい。隠しておくから、教えてよ。仕方ないな。じゃあ、今日はプロ野球選手の畜生エピソードや、発言を紹介するぜ。意外な人もいたりするから、最後までお付き合いよろしくだぜ。お付き合いよろしくだぜ。なぜ2回も言った？畜生エピソードのトップバッターは、王貞治さんだ。え、王さんといえば、紳士的で成人のイメージだよ。しかし、畜生な発言もしているぜ。巨人に入団したての江川卓がご飯を食べていたんだが、そこに王さんがやってきて、江川に気がつくと。おい、嫌な奴が飯食ってるぞ。え、なんて。おい、嫌な奴が飯食ってるぞ。びっくりしたけど、これは仕方ない。お前もひどいまんじゅうだな。ある日、王さんは新しい携帯を購入、ウキウキでメール作成をしていたんだが、まだ操作に慣れていなくて、間違って入力中のメールをすべて消去してしまった。これだからソフトバンクは使えないんだよ。なんか新しい CM みたいね。誰が得するんだその CM。 というか、親会社にこんなこと言って大丈夫なの？その場に挨拶に訪れたソフトバンク社員もいたみたいだし、ちょっとしたブラックジョークを激怒って新聞に書かれただけかもな。次の人に行くぞ。続いては、巨人の三岡智弘だぜ。あれ？この人ニュースで見たことあるよ。一時は不倫で騒がれたからな。アナウンサーと不倫したんだよね。そうだぜ。2008年7月6日にアナウンサー山本モナと、五反田の一泊9800円のホテルで密会していた。そして巨人ファンからモナオカ、とヤジを飛ばされ、さらに9800円というあだ名をつけられた。一泊9800円のホテルだったからだね。この不倫騒動により、三岡の一軍復帰は見送られた。三岡の不倫騒動について記者が、王貞治さんに聞いたところ、王さんは、プロ野球選手が9800円のところに行くのは、いかんわな。そう苦言を呈した。不倫じゃなくてホテルの値段がいかんのか。やはり王さんって、ぶっ飛んでいるお方だよね。三岡は丸坊主にして謝罪をしたが、オフシーズンに日ハムにトレードに出されてしまう。これはトレードというより左遷。まあ、そうかもな。三岡は日ハムで背番号23番をつけたが、23という数字は五反田駅のナンバーだ。これは日ハムさんが鬼畜すぎる。さらに、この騒動の3年後に、市岡雄二選手が巨人に入団するのだが、名字が三岡の半分の数字のため、すぐに4900円というあだ名が付けられた。市岡選手は何も悪くないのに、これはひどい。三岡が不倫をしなければこんなことにはなっていないので、彼も不倫の被害者なのかもしれない。じゃあ、次の人に行くぜ。続いては、畜生エピソードが絶えない、ロッテの角中勝也だ。ロッテの選手は一部というか、一人を除いて、真面目という印象が強いから意外だよ。この人はかなり畜生発言が多くてな、ロッテに在籍していた鈴木大地選手に対し、チョコチップマンというあだ名をつけた。さらに、後輩選手の顔にマジックで点を打ち、鈴木大地がおる、というコメントとともにインスタに掲載。さらに、当時ロッテに在籍していた涌井秀明とともに、無断で鈴木大地のロッカーを漁り、私物を勝手にファン感謝祭のチャリティーオークションに出品した。これは、畜生を通り越して、ただのいじめなのでは、特定の人物にやっているならいじめだが、角中の畜生は全方向に向けられているぜ。全方向、不審に陥っていた大峰翔太選手に対し、試合直前、今日打てなかったら浦和行きやな、バイバイ、と言って激励をする。ピッチャーの増田直也選手に対して、お前投げると打たれるからもう投げんな、と発言。トークショーの時、この戦力では5位、6位レベルなのに、3位にしたい東監督はすごい、と発言。さらにトークショーで先輩の清田を終始呼び捨て、さらに、契約更改にて、角中の年俸が1億円を突破した時の記者会見で、他の球団ならもう2億まで行ってるけど、まあ、ロッテなんて、と発言し記者を爆笑させる。このように、先輩後輩関係なく、どころか、球団に対しても畜生発言をしている。いつもこんな調子でロッテファンは怒らないの？ファンも心のどこかで同じことを思っていたりするのと、角中ならいつものことだと思って怒らないぜ。なぜ、ここまで畜生発言を連発できるの？まあ、これには原因があってだな。角中の父親は、息子は必ずプロ野球選手になる、と、信じて疑わない人でな。角中が3歳の頃からスパルタ野球教育をしていた。なんか欲しい季節みたい。角中が3歳の頃から毎日3キロのランニング、自宅の倉庫を改造して室内練習場にして、学校がない日も練習をさせる。さらに夏休みの自由研究は、木彫りでバットを作らせるなど、365日角中を野球漬けにしていた。本当に欲しい季節状態じゃないですか。その厳しい野球教育によって、人の心を失ってしまったという見方がされている。本当にそうなの？知らん。次もロッテだ。またロッテ。次はジェノサイド野球の使い手、早川大輔だ。ちょっと目が怖いね。早川はバットを放り投げる癖があるぜ。バット投げって、こういうやつだよね。
通じゃない？早川の畜生プレイは、実際の映像を見る方がいいと思うぜ。ひえ？これがバット投げだ。さすがにバッシングされるでしょう。さすがに問題になったぜ。取材に対し早川は、細川君は平謝りしました。今後は気をつけます。バットを投げること自体は悪くないでしょ。平謝りしてない。包丁で人を刺すことは悪いと思ってるが、包丁を人に向けることは悪くないと本気で思っているようで、味わい深いコメントだと思うぜ。続いては高柳秀樹だ。阪神のグローブ叩きつけるピッチャーだね。それは下柳選手だ。1980年代に活躍した選手でな、引退後は福岡ダイエーホークスや中日ドラゴンズでコーチをしている。表情から指摘難しい感じの人だね。中日2軍でコーチをしていた時なんだが、ノーアウト満塁のチャンスの時、次のバッターが空振り三振をしてしまう。これを見た高柳は激怒。バッターに対し、ここで出塁できないようならば死ね。これを横で聞いていた森岡洋介が怒って、選手に向かって死ね、なんてひどくないですか？コーチである高柳に対し抗議した。すると高柳は無礼だと言って、森岡に発言の撤回を要求。人に死ねなんていうのは無礼に当たらないのか。中日のベンチで喧嘩が始まったが、他のコーチや選手が二人をなだめて、その場は収まった。当然、翌日のミーティングで、昨日の喧嘩のことが話された。ちゃんと話し合って遺恨を残さないようにしないとね。ああ、そこで辻初彦二軍監督はこう話した。社会人として暴言を吐くことはあってはならない。これが会社ならクビだ。確かに。このように、厳しく言って、森岡に対し、造反行為を行った罰として、1週間の練習参加禁止処分を下した。そっちに言うんかい。この理不尽な処分に対し、中日ファンは呆れ果て、高柳は、死ね柳、という別称をつけられた。チャンスの場面で打てない打者に、腹が立つ気持ちはわかるけど、死ね、はダメだよね。もう少し丁寧に言えばよかったのかも。死んでもらえませんか。マジで言ってる感が増すからやめなさい。ちょっとここで番外編。次の畜生はジャビットくんだ。爽やかで紳士なマスコットのイメージがあるけど、あ、ウサギだから、畜生、って落ち、違うわ。しかも、ジャビットくんは、ウサギではなく、宇宙人という設定だ。そうなの？そのジャビットくんだが、ロッテの井上誠也選手がベンチ近くの通路にいたら、邪魔です。と言った。普通に喋ったことに加え、通りたいです。いや、すみません、通してもらえますか？と言ったお願いでもなく、相手チームの選手に向かって、邪魔、と言ったのが、味わい深いぜ。これは、やはりジャイアンツ以外の選手を見く、次に行くぞ。横浜ベイスターズ在籍時代に吉村勇希が、先輩の村田修一と実況パワフルプロ野球で遊んでいた時、吉村はベイスターズを選択してプレイしていた。しかし、ゲーム内の村田がもたもたと守備をしていたので、ゲームの中の村田に、動けデブ、と激怒。本人が隣にいるのに、このせいで村田に、動けデブ、という別称がつけられる。今日の時は、動けデブ、というヤジを飛ばされ、さらに、動けデブ、という謎の外国人助っ人扱いをされるなど、散々な目に遭っている。村田は怒ってないの？デブと言われショックを受けたらしい。そして、吉村と村田は普段から仲が良く、吉村はよく村田宅に遊びに行っており、先輩である村田の嫁に、靴下やパンツを洗わせていた。奥さん怒るでしょ？村田の奥さんは洗ってあげていたぜ。夫婦揃って成人だね。実は、村田もかなりの畜生エピソードを持つんだが、ベイスターズの暗黒時代と深く関わるので、そのうちまた別の動画でまとめるぜ。楽しみにしておくよ。お次は、鶴本勇樹だ。見たことないけど、どなた？四国リーグ出身の選手で、2013年まで広島にいた選手だ。何をやらかしたの？暴言まみれのブログを書いてた人でな。暴言の一部を紹介するぜ。所属している広島への文句をはじめ、他の球団の選手の悪口、他球団の選手に怪我をさせると、犯罪予告のようなものまで、問題のある投稿が相次いだ。今宮さんのことは、触れないであげるべきなのに。当然、球団から厳重注意をされ、ブログは閉鎖。数年後、ご本人も門名球団から戦力外通告を受けたぜ。なんで、こんなことをブログに書いたの？門限を破ると罰金10万円とか、広島は寮生活が厳格だったので、ストレスになったようだ。じゃあ、次で最後だぜ。あ、このお方は、選手じゃないが、このお方は外せないと思ってな。一つだけ、畜生発言を紹介するぜ。あれは土人の踊り。アフリカに帰ればいい。一体、何を見てこんなことを言ったの？安室奈美恵の曲を聞いた感想だ。ひえ。発言の切れ味が別格だよ。そうだな。というか、安室奈美恵を知ってたことに驚いたよ。なべつねさんが、たまたま見に行った巨人対阪神の試合で、巨人は8回までに7点もリードして、勝利は確定的だったのだが、そこから阪神に逆転を許し、まさかの敗北となった。じゃあ、
ご機嫌斜めだね。その時、試合前イベントで歌ったのが安室奈美恵だ。完全にとばっちりじゃないですか。まあ、そうだな。他に畜生発言はないの？たくさんあるが、もういい時間だな。そんなわけで、畜生エピソードの紹介はこの辺にしとくぜ。またそのうちまとめるから、面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とかしてもらえると、励みになるぜ。なるぜ。ご視聴ありがとうございました。